新潟競馬場、新潟競馬場ゴール前付近内1600メートル、外2200メートル地点のハロンボウ2001年、日本の競馬場としては、初となる直線1000メートルの芝コースを新設し、周回コースも右回りから左回りに変更して、同年7月14日、全面リニューアルオープンした。最後の直線距離は芝、外回りで659メートルあり、 中央競馬を開催する競馬場としては最も長い。通常は3回26日開催であるが2011.2012年は多常の回収等の影響で通常日程より多く組まれていた。白母競争は現在行われていない。ただし2012年以降は7から9月の第2回開催の第12競争を16時30分に繰り下げる。 形での開催を行う。夏開催では、東の主開催の中心となっており、全国で唯一、この時期に行われる、サマーシリーズのスプリントマイル2000のべてに競争を有している。現在のコースは、東京、中京と同じく左回り、内回り外回りのコースを有する。さらに、日本で唯一となる直線1000メートルの芝コースがあり、重症競争、 アイビスサマーダッシュも施行される。芝外回りコースの一周距離2223メートル、第4コーナーからゴールまでの直線659メートルは、共に日本の競馬場で最長。内回りとダートは、ほぼ平坦であるが、外回りでは3コーナーに向けて2メートルほどの上り坂がある。また直線コースは、 スタートしてから200メートルまでが1メートルほどの上り坂となっている。芝コース1000メートルで行われる重傷アイビスサマーダッシュ B コースは A コースから4メートル外側に仮柵が設置される。中京競馬場と同じく障害競争用のタスキコースは存在せず、芝コースに置き障害を仮設して行われる。旧新潟競馬場付近の空中写真。 1962年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新潟競馬場付近の空中写真。1975年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新潟競馬場付近の空中写真。1998年撮影。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成にコーナー側にダート1200メートル用のポケットが追加されている新潟競馬場付近の空中写真2009年撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成左回りになり直線1000メートルのコースが追加され 北東方向にあった新潟県競馬の旧車群がなくなり、跡地の一部にオフと新潟が立っている。出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、新潟競馬場。ありがとうございます。